天窓とは、建物の屋根部分に取り付けられる窓。最高や換気を目的とする。ルーフウィンドウ、スカイライトウィンドウ、トップライトとも呼ばれる。中国語では、転送と表記するが、天井という語で天窓を意味する場合がある。天窓は屋根面に取り付けられた窓である。最高の実を目的とするガラスや、合成樹脂をはめ殺しにした天窓と、 最高と換気、火災が発生した時の排煙の両方を目的とする、開閉式天窓がある。降雨時には利用できないが、排気窓として利用するには有効である。電動式で開閉できるものもある。また、日射の影響を抑えるため、ブラインドとセットの天窓もある。なお、吹き抜けの上部、上屋に取り付けられた窓は、高窓という。なお、 屋上などで人が出入りする場所に設置する天窓に関しては、鉄筋コンクリートなどの構造と比べて強度が弱い、関係もあり、実際に体を乗せたりして割れて転落する事故も発生するため、注意を必要とする。ローマ時代の遺構、パンテオンの天窓は、ガラスがない時代のものであり、最高と換気を目的として、ドームの中央部分が目のようにぽっかりと開いていて、 オクルスと呼ばれているヨーロッパ建築では、屋根にドーマーやデュカルネなどと呼ばれる小部屋のような空間を設け、垂直な窓をつけて、最高、換気に用いるものもある。また、最高用には、鏡やプリズムなども利用して、天窓よりも深い場所まで光を導ける、ライトチューブなどと呼ぶ、集光装置が屋根に取り付けられる例がある。ありがとうございます。